新藤辰巳のゴミラジオ。マセキもでもなんかオリーブゴールドっていうのがあるんですよ。あのフリーからマセキ入るみたいなオーディションライブ、あれをでもそのオーディション入る組はかわいそうだから、うん、あの審査員だけいて、うん、あのやったらしいですよこの間。ああ、やったんだ。やってんだ両国。そう、普通に両国じゃなくてその新宿風はガラ空きだから、うん、新宿風に新宿風はガラ空き新宿風だ。新宿風がガラ空きだぜ。マネージャーとヤムチャみたいな。マネージャーと負けがねえな。新宿風がガラ空きだぜ。で、まあいいんですけど、まあいいや、そのやってるらしいです。それで、そのマセキに何組が入れるかもしれないって、その高田ボルコは入れるでしょ。どうですかね、高田ボルコ。あ、R1 で結果出た子でしょ。なかなかずっと受かって出てるから、うん、いいんじゃないですか。まあ取ったりするかもしれないですね。そこはもう取らないと。そうですね。女の子、なんか似たようなもう一人、高杉ポップでしょ。あ、そうだよ。僕すごいね。女芸人に詳しいな。すごいね。名前似てるもんね、確かに。高から始まってるからね。だからそうそう、で、棒があってみたいな、ごっちゃになるけど、あそこ二人はよく出てんじゃない。昔で人力車、アメデオ、アンタッチャブル、アンジャッシュ。歯が多い。歯が多いってやつね。ありましたね。そうそう、なんかね、うん、大体決まってきますからね、こう。そうですね、なんかそういうのもあるみたいですよ。でも辞めちゃった人とかも言いました。浜村さんが辞めちゃったりとか。ああ、まあでも言う、入る人がいたら辞める人もいる、ね、そうそうそう、先月かな。でも今は楽しいですよね。もうめちゃめちゃ明るくなってましたね。ああ、よかった。暗いんだよ。暗かった。浜村さんはね、浜村さんいい加減にしよう。暗いよね。どんだけ褒めてもいいやつ全部ダメなんですよ。そうだよね。なんか湿度上がるんですよね、浜村さん。並んで立ってたら浜村さんの影になんかこう自分の影がずっとこう飲まれていく。でも、うん、今はもうストレスもなく。ああ、そう、そうよかった。この間僕あのお腹いっぱい里の会っていうのをあの浜村さんと一緒にやったんですけど、ライブ、あのライブじゃないです、あのご飯食べに行く竹の会ですけど。あ、そうか。あ、名前つけてる。里っていうご飯がいっぱい食べられるところがあるんですよ。あの和食屋里っていう、そこに行ってご飯いっぱい食べてきた。弥生県みたいな。そう、弥生県というか、まあ、しゃぶしゃぶ食べ放題みたいな。おわ、すげえいいとこ行ってんじゃん。で行ってきたんですけど、うん、やっぱその浜村さんも R1 の感じを見てたんですって。その R1 の感じを見てた。アルファベットだけど、感じだ。決勝に行ったメンバーとかのこととかを言って、いや、あの浜村さんのネタがやっぱね、マスクのネタだったんですよ。そのもともと本当に昔からやってたマスクのネタがあったんです、1年前ぐらいから。不良品すぎるマスクみたいな、ね、うん、そう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 、ね、でこうかけたらここが丸々ないみたいなね。ああ、うん、ビジュアル面白いから、はい、それをやってて、本当にコロナが来ちゃったから本当に持ってないから、これは出なくてよかったって一応言ってました。でも、本当にって何ですか。本当にコロナが来たって。なんかその嘘で来るマスク。狼少年コロナ来るぞ、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 新宿風のドロンジョーズ。せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。